The Flutter.時は 1900X 年、 世界がまだ核の炎に包まれる以前、 中国より伝わる恐るべき暗殺拳北斗神拳の伝承者龍拳の門下に若き男たちが集まった。 彼らこそ後に北斗神拳2000年の歴史上最強の時代を築くラオウ、トキ、そして剣士郎たちであった。この物語は一子相伝の掟のもとで厳しい修行に耐え抜いた世紀末救世主誕生の記録である。遅れるでないぞ、しっかりついてこい。一子相伝、 この厳しい掟に敗れた多くの修行者がこの地を去っていった。だが伝承者となるためには100人の猛者たちが待ち受ける究極の修行に挑まなければならない。果たしてこの試練を乗り越え真の北斗神拳伝承者となることができるのであろうか。 100人の相手を連続で倒せば、 お主は北斗神拳伝承者となる。武士ならできるはずじゃ。それでは始め、来い。次、覚悟。次、いざ。 やるか。 来い。さあ、来るがいい。
試してやろう。ジン、コアッパが。
ってやろう。ジン、お。ジン、かかってこい。ジン、覚悟。私が相手だ。ジン、準備はいいか。ジン、やるか。ジン、行くぞ。伝説が誕生したようじゃ。修行続行ボタンでさらに修行を続けることができるぞ。よし、武士は確実に成長しておるぞ。シフトキーを使う修行が足らぬようじゃの。さらなる修行が必要じゃ。修行じゃ、修行あるのみじゃ。慌てるでない、落ち着いて打ち込んでくるのじゃ。親父、ゆっくりと眠れ。俺たちは今日旅立つ。待て、ケンシロウ。シン、
今は力こそが正義の時代なのだ。ユリアは俺がもらうぞ。貴様狂ったか、ケンシロウ。地獄を見せてやろう。今の俺には恐れるものなど何もない。今のお前では俺に勝つことはできん。貴様に欠けているもの、それは絶対に勝つという執念だ。ユリア！それから1年後。なんだてめえは、俺たちウチード軍団と知ってのことか。聞かせてやろう、地獄への子守歌。右手人差し指の修行が足らぬようじゃの。心して修行に励むがよい。修行じゃ、修行あるのみじゃ。お主、なかなかやるな。